叙情性豊かに描かれた女性像。大正ロマンの象徴として一世を風靡した画家、高畑夏生の作品だ。華麗で美しい人物画は竹久夢二と人気を二分し、雑誌の表紙や小説の挿絵などを通じ愛された。その偉業を伝えるべく、夏生の郷里愛媛県に建てられた美術館がある。創設は1990年。夏生の兄亀太郎の孫重明さんと妻の澄江さんによって建てられた。きっかけは夏生の家で未発表の肉質画やデッサンなど多数の作品や遺品を見つけたことだった。特に大きかったのは幼少時代に描いたとおぼしき祭りのスケッチを見つけたことだという。それを見た時に、あ、この才能っていうものをきちんともう一度世に問い直してあげたいっていう、そういう気持ちになったっていうふうに言ってました。この美術館の大きな特徴は、地域のアートの発信地であろうと年間を通じてさまざまなテーマの企画展を催していることだ。近年は現代アートとのコラボレーションや夏生作品からインスパイアされたイベントも積極的に展開している。美術館は郷土の偉人夏生の素晴らしさを伝えることを通し、魅力あふれる地域づくりに貢献し続けている。